パルダリウムとはっていう定義とかいろいろ考えちゃうと難しくなっちゃうと思うんですけど、熱帯系の植物を寄せ植えの感覚で固く考えずに、もしやってみたいなっていう方いらっしゃったら気軽にやってみるといいんじゃないかなと思います。こんにちは、赤玉ちゃんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はパルダリウムということで、以前チャームさんの開封動画であとちょっとだけ配送料無料に届かなかったので買ってしまった植物、それらを今回は私のパルダリウムに植栽していこうかと思います。で、私のパルダリウムですが、立ち上げてからもう3年以上経っていて、大幅にメンテナンスしたのは去年の秋に放送された NHK の BS プレミアム美の壺に出演させていただいたんですけど、その撮影のちょっと前に小綺麗にしようかなと思って少しメンテナンスしたのが最後なので、まあ綺麗にしてからは約1年弱放置状態でございます。現在のパルダリウムをちょっと見てみましょう。現在の状態がこんな感じですね。少しガラスが汚いので分かりにくいかな。まあ伸び伸びになってしまった植物とかはたまにカットしてたんですけど、例えば雪の下だったり、ギレア、プテリス、ジュエルオーキ、ネオレゲリア。まあ結構ね、前からずっと終わってる植物たちはかなり増えまして、もしゃもしゃ状態ですね。継承は赤玉土とか、あと一番下は鹿沼土だったかな、ちょっと排水性の高い、まあ、そんなのがあんまり変わったものは使ってなくて、本当に園芸で使うようなものなんですけど、これもね、一番最初に立ち上げた3年前からは全くいじってはなくて、まあ、特に虫とか湧いたりとかそういうことはないんで、今回もそのまま、使っていこうと思います。ではパルダリウムのメンテナンスしていく前に、前回購入した植物改めて紹介していきたいと思います。前回チャームさんで頼んだ商品がこちら。これはおまかせ観葉植物3点セットだったかな、なんだっけな、もう一回ちょっと調べる。こちらはテラコッタプランツミニおまかせ観葉植物3鉢ということで、何が送られてくるかがわからない商品でした。これ1100円、3鉢で1100円はお得ですね。結構可愛い植物が来てくれたので、このプミラっていうのはちょっと欲しかった植物なので当たりでした。この真ん中のポリシャスっていうのは使うかどうかは迷い中。このナギっていうのもちょっと可愛いですよね。新しい葉っぱも出てきております。であとは少し茶色くなってしまった苔たちを張り替えるために苔も買いました。これはちょっと暗いな、暗いな。忍ぶ苔、忍ぶごき、かなりの量が入ってます。みちみちで1パック750円、相当厚みがありますよ。それと以前ビオトープで使って非常に使いやすかったので、こちらの乾燥ごけ、インスタントごけの山ごけ M サイズだと、前回はね水作のやつ買ったのかな、これはまた違う会社さんのですけど、M サイズだと直径高さ26センチ、幅13センチちょいぐらいの、このぐらいの厚みの小さな段ボールにミシミシで敷き詰められております。これが1200円ちょっとかな。です。上から見せてなかったな。上からだと今こんな感じの状態です。ちょっと見にくいかもしれないですけど、やっていきましょう。で、この、ガラス水槽は、コトブキの30センチキューブを使っております。今はどうかわからないけど、当時買った時は、コトブキの30キューブって激安だったので、1500円ぐらいじゃなかったかな。今は、どうなんでしょうか。なんか溶けてるな、大丈夫かな、ちょっと混雑しすぎて光が当たらなかったですかね。あ、切れちゃった。
れ言ってなくなっちゃった。なんかなった。よし、あと乾燥山ごけ使うので今のうちに霧吹きで戻しておきましょう。これは愛用のお風呂の鏡とかきれいにするやつ、100均でいつも買ってます。ちょっとお水湿らせてこすります。でここら辺の苔は取ってビオトープとかに再利用しようと思います。お、まだ綺麗。メンテナンスって言いながらこう作業しててリセットになっちゃうっていうのはあるあるですね。ここは難しい。ここはかなり根っこが張ってるな。そうこうしてるうちにすっからかんになっちゃいましたね。いや、この感じはもうヒヤヒヤものですね。こんな予定じゃなかったので。ついついいろいろとね、撤去しちゃうんですよね。ということで、流木もきれいに洗ってきました。流木は2本入ってたんですけど、とりあえずちょっと1本で斜めに配置してみております。まあ、これでいくかどうかわかんないですけど、で今回流木には、こちら、ドゥーアから出ているこいつを下に巻いておこうと思います。ドゥーアから出てるテラテープ、これを流木に巻きつけておこうと思います。で私が一番最初このパルダリウムを、立ち上げたのがもう3年以上前なんですけど、当時はあのパルダリウムというものすらよく分かってない状態で見よう見ぬ真似でやったので、流木の上に苔を配置したんですけど、それの湿度環境を保つために、盆栽に使う黒土だったかな、かなんかを敷いたんじゃなかったかな。なんとなく多分この上にあの苔を置いただけではきっと乾燥してダメになるなっていうところまでは分かってたんですけど、自分なりに考えて盆栽に使うような土を使ったように記憶しております。で結果それは悪くはなかったんですけど、やっぱりね、土がそのうち硬くなってカチコチになっちゃって水分をうまく吸収しなくなったりとかした感じがしたので、まあ、今はねこういう便利なグッズがございますので、これはあのパルダリウムなんかにそれこそ使う、こう伸縮性のある布ですけれども、これを水に浸して流木に巻いておくと、これ自体が水分を保湿してくれるので、その上に置いてある例えば苔だったりとか、あとは熱帯の植物なんかがそこから定期的に水分補給ができるという、湿度環境を保ってくれるというような代物ですね。以前ビオトープでちょっと使ってみたんですけど、非常にね扱いやすくて、であとこの色がねいいんですよ。これ水に濡らすと、今から濡らしますけど、もうちょっとね流木の茶色っぽく、暗めの茶色っぽくなってくれるので目立ちにくい、こんな感じですね。水に濡らすと、こっち濡れてない状態、これ濡らした感じ。よいしょ。濡らした後くしゃってやると広げるの大変なんでやりにくいですね。くしゃってやらない方がいいですね。最後はこの終わりの部分はちょっと引っ張り気味にして、元ある巻いたところのにしっかりとこう挟み込むだけで十分だと思います。伸縮性があるんで、わかるかな。
挟み込んでるだけです。これ巻いてから濡らした方がいいですね。なんか濡らしてからだとちょっと巻きづらかったんで、巻いちゃってから後で濡らせばいいだけでした。こちらすごいスムーズです。ということで、ずいぶん長くなっちゃったので、本日はパルダウリウム準備編ということでここまで。次回はパルダリウム植栽編をお届けしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。赤玉チャンネルを登録してパルダリウムを楽しもうということで、続きの動画でお会いしましょう。やべ、ちょっと大きい葉っぱが邪魔なので、よし切っちゃおう。よいしょ。プミラとあと新しい苔を張り替えた感じですね。